い、どうもチェリーです。今回はね、皆さんお待ちかね、爆死のお時間です。で、今回何買ってきたんかというと、アマゾンでまた怪しげな福袋買ってみました。アニメキャラクターグッズいろいろ福袋2019で、お値段が2000円ですね。 5% 還元で、1900円で購入することできました。ありがとうございます。商品の詳細がね、人気海外アニメグッズのセット、文房具、おもちゃ雑貨、などの中から合計2000円以上の商品を数点お詰めします。一緒にラッピングした状態でお届けしますと。ちょっと待って、人気海外アニメグッズって大丈夫？ちょっと心配なんですけど、まあ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 、とりあえずレビューの方を見ていただきたいんですけど、レビューが2つあって、両方とも星1ということで、結構楽しみにしてたのに、いいもの何も入ってない、ただ単に売れ残りをいっぱい詰めた感じと。で、次の方が、正直最悪でした、期待していたものと全く違うものが届きました、売れ残りのようなものが目立ちましたということで、売れ残りが入ってる福袋がこちら。なんなんやろ、アマゾンの福袋ってちゃんと段ボールに入れてくれへんのかな。これね、知ってる方多いと思いますけど、レターパックです。はい、まあ、ちょっと表ね、住所書いてるんで見せれないんですけど、まさかのレターパックにこんなね、ボッカボガボガボガボッカボガボガボガみたいな感じで届きました。はい、まあね、まだ中国のやつに比べるとマシですけど、まあ危ない予感しますよね、かなり。正直レターパックで福袋って感じなんですけど、まあとりあえずね、こちらの方開けていきます。チェリーゼアス。よし、結構もう大胆にいきますよ。もうカッターなんか使わんから、今回ぎっちりいきます。ギチンコでね、ちょっと待って待って、結構ギチンコに行き過ぎてる。レターパックが崩壊してる。ちょっと待って、どう開けたらいいんかな、中身まだ見えてないです。よし、とりあえず、あ、もう一気に丸まってる感じかな。とりあえず一回出しますね。はい、あ、で全然で、空振り。よし、いけそう。せーの、ほい、来たやろ。お、来た来た、福袋で、これ紙が入ってるな、納品書ですね。はい、納品書も入ってました。福袋、アマゾンの時のあの画像と一緒のやつですね。まあちゃんと中身は見えてないんで、あ、こっちには見えてんのかな、この辺の表面は。とりあえず一個ずつ出していきましょうか。やばそうやなこれ。しかし裏面はこうなってますね。だから裏面向けたまんま出していきます。うわ、ちょっと大きいのからいこうかな。はい、まず1個目。うそ、怪盗グルーのミニオン大脱走。はい、なんかクリアファイル開けるやつですね。まあ可愛いけどさ、あーって感じ。2つ目。アナと雪の女王かなこれ。これ待って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 、ディズニー系で攻められてる感じ。うそー、これタオルですね。やばい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 。はい、うそー、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、何これ何これ。ミニオンのすげえメモ帳開ける。うわ、結構すごいな、結構ええやん。結構ええやんこれ。メモ帳の4個柄があって、20枚セットかな、書く。これ普通に使えそうやな。いやけどいらんて。続いて、おい待ってや、ミニオン福袋って書いとけよ。ラバーストラップかな。もうちょっと元気なくなってきた。まあ確かにまともやとは思う、普通にこの福袋自体は。アニメって言えんのこれ、ちょっと予想外のアニメですわ。はい、次、ええ加減にせえよ、ええ加減にせえよ、ええ加減にせえよ。ミニオンラバークリップ、
あーこれ、あーわーお、はい次、うわちょい、あーいい、わいていぞ、ぜべい、アナと雪の女王、メモかな、これも。でも確かにね、あの値段的にはかなりいってると思う、とりあえずのところは。つらいな、次、うわ次とか言ってこれでできたし、ごめんなさい、ちょっとこれ関係ないな、もう一気に出しますわ、もうラストいきます、はいはい、終わり、終わった、どういうこっちゃ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 、加藤倒れてもうたやな、加藤倒れてもうたやな、足痛い、足が痛い、もう最後のこれ、シュガーラッシュオンライン缶バッジセット、わーで、これアナと雪の女王で合ってる？なんかちょっと分からへんねんけど、もはやちゃうんかな、こいつなんか見たことある、あの捕まった人ですよね、声優が、あのー何やったかな、名前忘れたけど捕まった人ですよね、うっそー、もうとりあえずね全部見していきます、はい、さっきのこれね、これと、メモ帳らしきやつで、ラバーストラップ、ラバークリップで、メモ帳開けるやつね、はい、でタオルでクリアファイルと、うん、まあ正直子供向けやったんかな、あの売れ残りとかどうたらは、まああんまりこういう部類は全く詳しくないからわかんないですけど、子供とかって喜ぶんちゃうかなっていう内容ですよね、はい、ちょっとね美少女系が入ってやってると思ってた国王からすると最悪、率直に最悪、なんかあまり反応できひんかったよな、まあまあまあ、でも大外れっていう大外れでもなかったんちゃうかなということで、まあ今回は許しましょうかね、ね、決して美少女が入ってるっていう書き方ではなかったから、詐欺でもなんでもないですからね、で、あと間違いなく2000円以上は超えてると思いますね、はい、約3、4000円はあるんちゃいますかね、全部で、どうなんやろ、あんまり定価とかがわからないですけど、まあまあまあって感じですかね、はい、ということでね、今回開けた結果ディズニー三昧やって、だからアマゾンの福袋っていうのはやっぱりこう美少女だけじゃないんですよね、他のヤフーショッピングとか楽天とかもありますけどね、ディズニーもかっちり入ってるっていうことが分かったんでね、決して手を出さないように、まあこういうのが欲しいっていう人はね出してみてもいいですけど、2000円やし安いからね、けどね極力買わない方がいいってことがまた分かりましたよね、はい、という感じの、お勉強動画でした。それではまた次回お会いしましょう、バイバイ。